イイギリスのの物理学者ンングランドのマンチチェェススタターーでで生まれママンン大学で学んだマンハッタイ計画に携わったため、論文提出が間に合わず、博士号を取得することはなかった。1937年に、オックスフォード大学のソルターリサーチフェローに指名され、レオシラードと共に、粒子加速器の研究を行った。第二次世界大戦が起こった時、 ウィンストン・チャーチルのプライベートスタッフであった、クレデリック・アレキサンダー・リンデマンの科学顧問に指名された。彼の研究は対戦者兵器に使われる整形創薬も含まれていた。この業績により、ジョージ6世より勲章を授与された。整形創薬に関する彼の専門知識により、ロス・アラモス研究所に移り、マンハッタイ計画の英国代表団の一員となり、 爆薬レンズと有人イニシエーターの開発に協力した。この業績はプルトニウム原子爆弾の成功において不可欠なものだった。戦後、一時的にイギリスに戻り、オックスフォード大学のクラーレンドン研究所で働いた。しかし、戦後の状況が難しいことがわかると、1949年にシカゴ大学での地位を仮定し、アメリカへ戻った。一年後、 原子核融合反応の研究に招かれた際にロスアラモスに戻った。ロスアラモス研究所ではイギリスにいた頃に学んでいた核融合エネルギーの研究を行った。ロスアラモスのグループがイギリスで行われているものと同様のピンチプログラムを追求することを提案した。これはライマンス・ピッツァーがヘリカル型の研究を始めてから数ヶ月後のことだった。二人は ワシントンに招待されアイデアをプレゼンし、スピッツァーは原子力委員会から5万ドルの資金を得た。ロスアラモスに戻り、研究所の裁量予算から同様の5万ドルを手配し、パーハップサトロンという名前でピンチ計画を開始した。すべてのピンチシステムと同様に、パーハップサトロンはプラズマの不安定性が原因で失敗した。エドワード・テラーらの理論的研究は、 不安定化が起こる前に融合が起こるように素早く、ピンチするか、尖った磁場を使用するかという不安定性の問題を解決する方法を示唆していた。前者はコロンブスとして開発され、後者はピケットフェンスの原子炉設計となり、共にタックのチームが率いた。引退する1972年までロスアラモスにいた。1972年より前にブリティン・オブ・ザ・トミック。 サイエンティストにソリーズ・ズッカーマンの著書ビヨンド・ザ・イボリー・タワーザ・フロンティアーズ・オブ・パブリック・アンド・プライベート・サイエンスのレビューを発表した。引退後、発電のための熱核融合の研究の著名な支持者となった。さらにおそらく、プラズマと核融合計画におけるその役割の関係のために、宮殿の現象に興味を持ち、1980年には、 アーサー・シー・クラークのミステリアス・ワールドのエピソード、クラークの後期の棚に出演し、ロス・アラボスで潜水艦で使用されていた大型蓄電池を使った玉電を作り昼休み中に行っていた実験を説明した。ありがとうございます。